はい、鏡翼です。今回は右手の弾き方です。まあ、正直どんな弾き方しても本人にとって満足のいく形であれば、音楽的に良ければ別にどんな形でもいいと思います。まあ、あくまで、悩んでいる人もしくはもしかしたらこうなったらいいかもしれないとか考えている人にとってのヒントになればなという感じです。で、今回は右手なんですが、これどう、まあ一見こう弾いてるとどの人も似たように見えるじゃないですか。でもよく見るとこうやって弾いてる人と、まあアルアイレ的なやつですね、こういうアポヤンド的な人がいます。で、じゃあアポヤンド的にとか、まあいろいろ考えると思いますが、今回のヒントは指を弾き終わった時にこういう形につまんでる、こうじゃなくてこういう形です。一番典型的なのは、弦の一番最後の、まあこの場合6弦ベースなので6弦になるんですが、通常4弦ベースですね。これを弾いた時にこうなってる人って結構いるんですよね。こういう感じ、これだと音のまとまりが結構悪くなります。だから1弦から3弦までは、というか最後の弦以外は結構いい音するのに、4弦になるとカラー、キャラクターが変わるような音を出す人結構いるんですよ。で、それの解決策のヒントになるかもしれないです。これは弾き終わるとこうではなく、こうです。こうです。これ6弦なので音参考にならないのでちょっと4弦弾きますが、弾き終わった時に、こういう風になってるか、こういう風になってるかです。今、あからさまに音違いますよね、響いてる音。ちょっと音量上げますね。こうなってるか、こうなってるか。この方が落ち着いた音しますよ。弾き終わった後にこうです。こうではないです。こうです。これだけで音程感がすごく出やすくなる上に、弦が暴れにくい、まあ、ちょっとしたことなんですが結構メリットが多いですね。一度試してみてその音色が気に入ったならそれを定着化させる練習をしてみてください。鏡翼でした。また。